不動産業界っていうのはね、はい、あの周りから見てると結構羨ましい業界だはい、今回は前田さんからですね、ちょっと不動産のフランチャイズについてなんかちょっと話したいということで、はい、何にも聞いてないんですけど、はい、まあ雑談めいてやっていくよ。はい、よろしくお願いします、はい、で不動産も今フランチャイズってハウスドゥーさんを筆頭にいろいろあると思うんですけど、うん、まあハウスドゥーはね、はい、どっちかというと移植、移植なんですか。うん、まあ古いところで言えば本当、はい、センチュリー21とか、はい、まああとはそのそれこそ賃貸の不動産や賃貸、はい、うん、ミニミニとか、はい、まあああいうホームメイトとか、まあ、そういう、ところもフランチャイズ式っていうところは結構多いっていうね。あ、そうですよね。これなんかランキングが今年最新のが出てまして、ほうほう、で全部で8位まであるんですけど、うん、まあ、1位がアパマンショップ、うん、アパマンね、はい、アパマンはまあかなりフランチャイズ色が強い。そうですよね、うん、まあ、1036なんで結構数、うん、だこれはね、やっぱりアパマンとかそのミニミニとかそういうところがこうフランチャイズになってたんで、要するに昔ね、はい、不動産って町の不動、はい、竹村不動産みたいなのがたくさんあって、はいはいはい、それだとやっぱりこう集客がっていうことがあって買えるわけですよ。不動産屋さんが変わるっていうね。でセンチュリー21もそうね、はい、基本的にセンチュリー21もやっぱり不動産屋さんが変わるみたいな、うん、要するに塾が東進衛星予備校になるみたいな、そういうイメージで、でハウスドゥがちょっと違うのは、はいはい、まあ、今は他にもあるんだけど、不動産業をやっていない人たちが不動産に参入できますよってことをやったんだよ。なるほど。で不動産業界っていうのはね、はい、あの周りから見てると結構羨ましい業界だどう羨ましいかっていうと、マッチングビジネスでしょ、はい、でマッチングも難しいんだろうけど一撃でかいじゃない。そうですね、ね、リフォームする人とかってなってね、タイヤでも工事して、ね、それをこっちかこっちへ流しただけで1000万儲かる、まあ、1000万儲からないにしても、うんうん、まあだって、まあ、小さい賃貸にしてもさ、はい、ふってやってきた人に15万の家賃のところが決まれば、はいはい、15万もらえるみたいな、そうです、なんだろう、30万ぐらいもらえるみたいな、あるでしょ、はい、マッチングビジネスだからすごいこう、はい、美味しいなと。でもやっぱ免許がいるし、そうです、分からない人じゃできないじゃん、うん、でそこをだからハウスドゥはできますよって言って、ちゃんと資格を持った人を雇えばいいんですよと、はい、で特にこれはだからその不動産屋さんの周りの 業種をやってる人は魅力でしょっていう、相乗効果もありますよっていうことで成功して、まあ、目の付けどころが良かったんだね。うん、それまではもうみんな不動産会社が変わっている、うん、まあ、僕は昔から思ってたんだね、だから、はい、センチュリー21に変わってなんで変わるか、はい、でもやっぱり不動産屋さんってやっぱり、はい、まあ、小汚いあのでやったら、はいはいはい、であれやっぱセンチュリーになると、まあ、スーツとか、はい、マナー研修だって研修とかそんなやつなんだよ。でもそういうのちゃんとすると、うん、やっぱりセンチュリー21はこう対応がいいみたいな、あ、うん、マッチングビジネスだから、うん、あの荒っぽいんですよ、うんうんうん、丁寧じゃなかったり、はい、いかにこの丁寧に商談をして決めようみたいじゃなくて、うん、この客決まらなそうだなと思えば扱いが雑だったりとか、いや、ありますよね、うん、でもやっぱりその夫婦2人でやっている町の不動産屋さんとかだと、まあ、管理不動産とかあれば潰れないよね、はい、そうなんですよ、ストックが、ね、そこで収益があるので、うん、だからあのすごく不動産業者、不動産屋さんっていうのは安定した商売だなとは思うね、はい、そうですね、うん、でただこれからその方々もどんどん高齢化によって、うん、ゲームチェンジがかなり今起こりやすくなってると思うんですね。なるほどね。で今 DX 化でどんどん不動産の、うん、もう情報もどんどん表に出やすくなってきてて、うん、今仲介手数料って 3% が相場だ、うん、あの正規の料金だったりするんですけど、その辺も若干どんどん下がってきたりとか、ああそうなんだ、うん、まあ、あの両手仲介とかって言われてるものも、うん、まあ、片手だけでやる会社が出たりとか、うん、まあ、あんまりここ、ね、僕が強く買えますかっていうと不動産業界の方から、うん、あのすごい戦えそうなんであんまり言わないんですけど、うん、ビジネスチャンスは相当不動産に関してはあるとは思っていて、うん、そうね、だから眠ってるような業界っていうのは、はい、フランチャイズによって大きく変わる可能性ってあるんだよね、まあ、ガリバーってのはなんであれだけ大きな市場を作ったかっていうと、はい、やっぱり中古車業界っていうのが眠ってるような業界だったからです。これやっぱり不動産と似てるところがあって、ね、やっぱマッチングビジネスで一撃でかくて、うん、もう今月2台売りゃあの合流できるみたいな規模でやってるところが多かったから、はい、でこっちから見てるとやっぱグレーでわからないじゃん、はい、やっぱそのグレーで眠ってるような業界なの、うん、そういうとこっていうのは新しいやり方でクリーンなやり方でやると、まあ言ってみれば相手が弱いってことだね。あ、うん、だから市場を取れるっていう。そうですね、いや不動産はその可能性がすごい秘めてるし、うん、やっぱなんか
お客さんから見ると不動産会社ってもう一緒に見えるじゃないですか、うん、でもやっぱ賃貸が得意な会社もあれば、うん、あのまあ売買しかやらない会社もあれば、うん、でテナント系が得意な会社もあれば、うん、もう全然バラバラじゃないですか、だからそこら辺がこの消費者の方が経験がなかったら何も知らないんだよね、うん、そうです、これも中古車と一緒、うん、中古車っていうのも分かんないじゃん、はい、これ事故車かどうかなんてね、信用するしかないでしょ、はい、そうですね、その辺が飲食とかと違うわけで、飲食はすぐにもうこれこのマグロをこの値段で出すの、はい、みたいなさ、はい、まあ、かなり分かる人が分かるじゃん、ラーメンだってそうだよ ね、 そうですね、専門性があるっていう業界だから、うん、逆に言うと専門性がある業界っていうのは情報をこう出したくないわけ、あ、うん、その方が儲かるから、まあ既得権益があるっていうことを言うのかな、はい、そこは逆に言うとチャンスなんでね、そうです、ね、うん、ガリバーみたいなことだってアイデアはみんなあるけどあれはやっちゃいけないみたいなやっちゃいけない、うん、そんな買い取った車をすぐオークション出しちゃうなんてそりゃ禁じ手だろうみたいな、ああ、そうだった、うん、だから並べといて、はい、売れるっていうのでみんなこれでやってんだからそれを崩すなよみたいな、うん、そこでハレーションは生まれたわけですね、そのそうそうそう、だからあのガリバーも最初今でも覚えてるけどドルフィネットっていうガソリンスタンドに置く機械の説明会なんだけど、はい、そこに中古車屋さんがたくさん来てさ、はい、まあフランチャイズの説明会なのに喧嘩みたいなんですよ、もうこんなことやったらもう業界がみたいな、それについてまたその時永井さんがやってて、もう僕がちょうど中東で入った頃で説明会なのに喧嘩してんだよね、はい、質疑応答が、そのぐらいやっぱりこう、うん、なんつうかな、こう閉じた業界だったね、そうです、不動産も似たところはありますですよね、うん、これから不動産も今個人エージェントの時代に来るとは思っていて、うんうん、なるほどね、同じ会社ではやっぱ人によって全然サービスがバラバラというか親切さももちろん違うし、うんうん、やっぱこの時代って言われてる通り不動産もそっちによるんじゃないかっていう僕は仮説として思ってるので、うん、なんかその辺で面白いことできたらなっていうふうには考えてます、そうだね、だからアメリカなんかはねそういうの非常に強いですよ ね、 そうですよね、うん、金融と不動産っていうのはそういうふうになっていく可能性はあるよね、そうですよね、うん、人につくという人につく、だからそれこそ銀行マンなんかも、はい、まあ、個人 の、 あの金融エージェントみたいなの賢い人だったらやったらいいんだよね、はい、そうです、うん、実際そう今日本も徐々に IFA とかってこうなってはきてるんで、うん、そうなんだ、だからその、はい、昔から不動産と金融っていうのは儲かるっていうね、うん、なんで儲かるかって言ったらお客さんの方が知識がないから、うん、そこをちゃんとやってあげれば、はい、でちゃんとやってない人もいるわけじゃん、はい、そこをちゃんとやればあの流行るっていうね、うん、ことはできると思うんで、はい、会社の規模を大きくしないで誠実にそこを間に入ってやるっていう、うん、個人エージェントっていうのは成り立つんじゃないかなと思いますけどね、うん、なんか考えていきたいと思ってます、はい、はい。